イオアニス・カポディストリアス。イオアニス・カポディストリアス。ギリシャ語。1776年2月11日から1831年10月9日は、ロシア帝国の外務大臣、後にオスマン帝国から独立したギリシャの初代大統領を務めた。なお、中世、現代ギリシャ語系では、ヨアニスの方が正確な発音に近い。カポディストリアスは、 イオニア諸島のケルキラ島、コルフ島に生まれた。父母ともに、イオニア諸島の貴族の家柄であり、父方のカポディストリアス家の過去の当主は、サボヤ公、カルロエマヌエル二世により、伯爵位を与えられている。イオニア諸島は15世紀後半から1797年まで、ベネツィア共和国の支配下にあった。カポディストリアスの姓は、イタリア語のカーポディストリア、カーポディ、エストリア、 イストリアの先端の意味、ゲンスロベニアの都市、コペルに由来している。カポディストリアスは、イタリアのパドバ大学で医学と哲学を学び、1797年21歳になると、故郷のケルキラ島で医師として、見習いを始めた。ナポレオン戦争中の1799年に島が、ロシア帝国とオスマン帝国に占領された際には、軍事病院の責任者に任命された。 1801年、イオニア諸島は、ロシアとオスマン帝国の保護下で、イオニア七島連邦として独立した。当時25歳のカポディストリアは、父の代理で国務大臣の職に就いた。外国からの干渉を排するためには、住民の連帯感を深める必要があったが、彼は軍隊を用いずに、国内の騒乱を沈めることに成功した。議会での投票により、 彼は首相に任命された。1803年12月には、ロシアから与えられたビサンティン憲法に代わる民主化憲法が制定された。首相として彼は国家組織の整備を進め、中でも教育に重点を置いた。長くベネツィアの支配下にあったヨニア諸島では、イタリア語が共通語として用いられてきたが、彼はギリシャ語を国家の公用語に選んだ。 当時ギリシャ独立を求める文化人の多くがイオニア諸島を訪れている。しかし、1807年にティルジット条約がロシアとフランスの間に結ばれると、イオニア諸島はフランスに譲渡されることになった。フランス領イオニア諸島。カポディストリアスは、ロシアの外務省の招兵を受け、アレクサンドル一世のもとで外交官として働くことになった。彼は1813年に、 ロシアの非公式の大使としてスイスに行きナポレオンにより共要された中央集権共和制ヘルベティア共和国とその崩壊によって混乱していたスイスの安定化を模索したカポディストリアスの助けもありスイスは普通選挙により新憲法を制定し19の州による連邦制を取ることになった1815年のウィーン会議ではロシアの国務大臣として ヨーロッパうちの勢力校を重視し、フランスをブルボン朝の下で王政国家とすることを主張した。彼はまた、スイスの憲法を諸国に認めさせ、スイスを衛星中立国として承認させることに成功した。これらの外交手腕により、カポニストリアスはアレクサンドル一世からロシアの外務大臣に任命された。ロシアの外交官として務める間も、カポニストリアスは、 故郷のイオニア諸島に、そしてオスマン帝国の支配下にあるギリシャに対して注意を払っていた。1818 18年に彼は、イギリスの支配下に入っていたイオニア諸島、イオニア諸島が衆国を訪れた。住民の間で独立に対する希望が強いことを知ったカポニストリアスは、翌1819年にロンドンに行き、イオニア諸島の諸遇に対して前所を求めたが、 イギリス政府はこれを拒否している。1821年、ギリシャ独立戦争が始まった。オスマン帝国軍と戦いつつ、味方同士での対立も生じていた。ギリシャの独立勢力は、1827年に国民会議を開き、国内の対立に関与しておらず、列強諸国とのつながりを有するカポディストリアスを大統領に選出した。ギリシャ独立に対するを求め、 ヨーロッパ諸国を回った後、彼は1828年にペロポネソス半島の都市ナフプリオに上陸した。ギリシャ本土に足を踏み入れたのはこの時が初めてであった。トルコとの戦争に内戦も加わり、国を治めるべき政府は境外化していた。カポディストリアスはイオニア諸島の時と同様に国家体制の整備から始め、まずは国軍の成立を行った。 独立戦争は列強諸国の干渉によってギリシャ優位に展開し、1830年2月のロンドン議定書でギリシャの完全独立が認められた。カポディストリアスは伝染病対策のために隔離施設を設置し、ジョーチフス、コレラやセキリなどに罹患した患者を収容した。新貨幣を導入し、地方自治体の整備を行った。そして、 国民の生活水準を引き上げるために、ジャガイモの栽培を奨励した。国家の権威を高めるため、彼は伝統的な地方の貴族、有力者の力を弱大化させる政策を取った。しかし彼は、オスマン帝国との独立戦争に参加した指導者たちの勢力を見誤った。ラコニア地方でそれらの指導者と新たに任命された知事との間に争いが生じた際、 彼はロシアに軍隊の派遣を要請している。ギリシャ軍の多くはまだ独立戦争指導者たちの影響下にあった。一方、カポディトリアスは長年、オスマンの支配下にあったギリシャ人に統治能力はない判断し、議会を廃止して自由主義を抑えたため、自作能の育成策も合わせてギリシャ人の有力者たちからの反発を受けた。1831年、カポディトリアスは、 ラコニア地方に位置するの有力貴族を判断の疑いで投獄した。これに反発したの一族二人により、カポディストリアスは1831年10月9日、ナフプリオの聖スピリドナスカで暗殺された。公認の大統領には、弟であるアウグスティノス・カポディストリアスが就任したが、数ヶ月後、列強諸国により、ギリシャには王政が導入され、バイエルン王国の王子が、 おン一世として大いにつくことになった。また、1832年には、コンスタンティノープル条約が、オスマン帝国との間に結ばれ、独立時のギリシャの領域が確定した。カポディストリアは、現在のギリシャでも、大きな尊敬を集めている。アテネ大学の正式名称は、カポディストリアコンイコールパネピスティーミオンイコールトン、イコールアシノンであり、9500ドラクマ紙幣。 現在の20レプタユーロセント効果には彼の肖像が掲げられ、1990年代後半の地方制度改革には彼の名が用いられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。